品川府東分岐部は東京都にある東京臨海高速鉄道臨海線と八尾車両基地への入出庫線が分岐する地点である。新木場駅起点より6 8トル東京テレポート駅から1 9 2トル、天王洲アイル駅から0 9 5トルの地点にある。東京テレポート駅と八尾車両基地を結ぶ入出庫線から、 天王洲アイル駅方面への本線が平面で分岐する伏線分岐の構造である。上下線とも16番片開き分岐器が使用されている。東京臨海高速鉄道臨海線も参照のこと現在の臨海線新木場駅、東京テレポート駅、並びに東京貨物ターミナルまでの区間は東京外環乗線計画の一環にあたる旧。 国鉄形容貨物線の一部として1960年代後半から建設が進められていた。工事は1983年に凍結されたが、大部分の区間は完成しており、1996年の臨海線第一期区間の開業にあたって転用された。残る東京テレポート駅東京貨物ターミナル駅は臨海線第二期区間のうち東京テレポート駅。 天王洲アイル駅が2001年に暫定開業するのに合わせて転用されることになった。東京貨物ターミナル駅に隣接した海側の敷地にヤシオ車両基地が設置され、東京テレポート駅分岐部は本線として分岐部ヤシオ車両基地は入出庫線として利用されることになった。分岐部を含む品川不当直下の区間は複線シールドトンネルであったため分岐部付近のセグメントを 1> 約170メートルにわたって撤去し、本線を分岐させる形で新たに箱型トンネルを再構築した。なお、八シ車両基地付近は上下線が分離した単線箱型トンネルとなっているが、東京貨物ターミナル駅の着発線につながる予定であった京王貨物線の下り線は転用されず、高校付近までの約555メートルの区間は発泡スチロールにて封鎖されている。 このため、上下線が利号する地点付近には12番片開き分岐器が設置され、当分岐部から八尾車両基地までのうち約 0.9km の区間は複線、約 2.8km の区間は単線となっている。当分岐部の新木場方、約2 5 0ルの地点にも12番分岐器の片渡り線があるが、これは先日の天王洲愛歴暫定開業の際に一部を、 単線運転としたため設置されたものである。なお、当分岐部が独立した信号場であるかのように記述されることもあるが、信号機の設置状況などから東京テレポート駅構内であるとする指摘もある。分岐部付近の地上には次のような施設がある。国際展示場駅を含む有明トンネルや運河、都道、地下鉄有楽町線をまたぐ橋梁などが未施行新木場駅。 東京テレポート駅までの第1期開業区間では構造物の50%強がすでに完成していた。第1期区間の開業時は車両基地が設置されず東京テレポート駅の大崎方に研修、線上線と留置線が設置されたためホーム終端から約400メートルの区間も第1期区間開業時に転用されている。下り線は東京テレポート駅分岐部に 一室、二室、本三室、二番三室の各出発信号機と、付随する入れ替え信号機、分岐部員には、第一閉塞信号機と、場内相当信号機が設置されている。一方、上り線は、天王ズワイル駅、東京テレポート駅に、震度予告機付き出発相当信号機と、二番一場、一番一場の場内信号機、そして、 2番、2番、3番、4番の各場内信号機と付随する入れ替え信号機が設置されている。ありがとうございます。